青葉区の複合ビル仙台トラストタワーで公開されたロボットの実証実験。実用化に近い形でロボットを使うことで導入の効果や運用の課題などを検証するのが狙いです。サービスロボットと人が共存して、いろんなこう、サービスのさらなる効率的だったりとか、創造的なサービスの実現というのをできる社会というのを目指していきたいと思っています。こちらは配送ロボット。オフィスエリアで働く人から注文を受けた店舗が商品をロボットに託します。すると、ロボットは注文した人のもとへ。店舗エリアからオフィスエリアに入るこちらの自動ドア、通常はセキュリティカードがないと通行することができないのですが、こちらのロボットはドアに取り付けられたセンサーに信号を送ることでドアを開けて通ることができます。続いてロボットはエレベーターへ。再び信号を使い、行き先の階を選択し、注文した人が待つ階に到着しました。サービス型ロボットです。ご注文のものはドアの外に届けました。早くお取りください。ロボットが注文した人のもとに到着すると、電話で連絡が入り、注文者が受け取って取引完了です。この実験は、不動産開発やホテル経営などを手掛ける森トラストなど4つの企業が共同で2021年から進めています。ロボットを入れることによって私たちの手が少し空くということがまず見出すことができました。でそれによって私たちはよりお客様にコミュニケーションを取ることができますので、より良い関係を築いてより良いサービスを提供することができるのかなというふうに考えております。森トラストら4企業は今後も各地の複合施設で同じような実験を繰り返すことで実用化を目指すことにしています。